社員の皆さんもこんな感じ、いつもいない感じなんですか？僕らリモートなんですよ。なるほどなるほど、まあそうですよね。で、久しぶりにオフィスに集まろうって言って。ちょっと多そうじゃない、今日も。今日のあれはメインはもう大掃除でしょうかな。ちょっと段ボールが多いかもな。模様替えしたいな。例えば机を壁に向けるとか。あ、全員壁向きでってことですか。まあ全員がいいんか分かんないですけど、何個か壁に向かってて、まあありね、何個かあの向かい合わせになっててみたいな、なんかちょっとこう。自由な感じを多分作り出すのは良さげな感じ。こういうのを捨てないと永久に増えていくやつやん。本当にその通りですね、それは。ねえ、はい、これはもう全然捨てたよ。ああ、うん。それでしかも、それで一個確認したかったのはね、パソコン入ってんだよね。ここはなくて。分別捨てるやつのさ、あれだけをこう6かかってるから取れない。俺のパソコン来た。それまでどっかもう置いて、置いて、屋上とかにも置いといたらいいんだ。屋上前の靴とかどうする？とか上ある？それ、いや、それ俺やるよ。だから俺が、俺のやつは俺捨てるから、そこ置いといて。それ以外のやつをちょっと、それ以外のやつ、もう全部ほんまにもう全部やるぐらいにいっても、ほんまにもうこれだけあったらいいのになってたの捨てるから、なくてはならないものだけ残して、もう。え、ビニールって燃えるんやったっけ？ビニールは大丈夫。燃えるやつ、これは燃える、燃えます。服は別じゃないですか。どういうこと？あ、え、服別？何です？あ、ドラゴンボールのやつやん。あ、え、ドラゴンボールのやつやん。ほら、懐かしい。これ来てましたね。来てたやつ。懐かしいがる。これもう、もうこれ進まないやつ。え、進まんこともあるよ。でも、俺早いから、これ一瞬行くから。欲しかったやつに戻ってきました。これはなくてはならないもの、それともあったらいいもの、どっち？あったらいいものだね。体重計はなくてはならないもんだよな。それはここのどこ、体重計は逆にあの入り口のところに体重計置いといて、もう体重オーバーの人はもう中に入れませんみたいな。このお菓子系は 何に分類すればいい？なくてはって話？違う燃える、絶対いらない。いらない捨てんねんけど、だから捨てるんだったら何に分類すればいい？何に分類する？燃えるゴミ。燃えるゴミ。
全然気づいてない。食べ物とか生ゴミが基本燃えるゴミ。ほらもういい感じ、やっぱ俺が来るとほら綺麗になんねん、やっぱほら涼介早やろ。結局意思決定の問題やね。そうだね、捨てられない人がいっぱいいると。ずっと残してなんか残せばいいと思ってるから。だから残したら今の日本みたいに世界から取り残されていくわけよ。え？燃えるゴミ？燃えるゴミです。めっちゃ早いよ、ほんま。冷蔵庫の中でほらもうほらもうほぼほぼ空いてる水とかこういうさ液体のやつは中身抜く？本来はね、うん、やっとくよ。でビールだけは一応置いとくね。あーそれもハイボールだ。ハイボール一応置いとくね。いやわからんけどなんか社長がもう鬼のように部屋作ってもう使われへんかったら全員もしわがななからみんながもう少しでも働きやすいように。この辺はこういう系は道具にするうわこれはちょっと厄介なやつですね。抜かなきゃいけないんですよ。穴開けたりしなきゃいけないんですよ。しかもまだパンパンなんで。え、そんな抜かなかったんですか。めっちゃ面白いんですけど。めっちゃ冷たいです。本当だ。面白くないですか。キンキンする。キンキンになります。なんでだろう。こんな早くなくなります？これ中に入ってる感じは何なんですか？これは多分だからその冷却液が入ってるんですよ。あ、模様替えのちょっと YouTube の模様替え検索して動画で見ておこうかな。デコレーションオフィス、
前イメージできてきたぞ俺。ちょっとやっぱできるだけ広々と使いたいなんか感じかな、なんか作る的にね。一旦完了いたしました。なんか差をつけてしまうとプレイヤーの差を親が判断しかねないっていうリスクがあって、はい、好きにやらせるとそれでいい人が見つかるイコール悪い人が見つかるってことなんで、それをさせないで